1990年度勝者のミハエル・シューマッハのレーナード F903VW ユーロマカオジャパンチャレンジカップインターナショナル F3 リーグはかつて存在したフォーミュラ3の国際レース通称インター F3 リーグ1990年から1993年まで日本の富士スピードウェイで計4回開催されたヨーロッパ各国 F3 の ヤングドライバーたちが参戦するマカオグランプリから一週間後、マカオの市街地コースから富士の高速コースへと舞台を移し、全日本 F3 選手権の選手も交えて、F3 世界一決定戦第2ラウンドを行うという趣旨のもと発足した。インターテックと同じくビクトリーサークルクラブと富士テレビが共催し、決勝の模様は富士テレビ系列で録画放送された。また、 全日本 F3 のシリーズスポンサーである松下電気産業が冠スポンサーとなった。初代ウィナーのミハエル・シューマッハをはじめとして、後に F1 やカートなどのトップカテゴリーで名をなすドライバーが数多く参戦した。その中で、ジャック・ビル・ヌーブ、エディア・バイン、ミカサロラは日本のチームと契約し、全日本 F3 や全日本 F3 0に参戦することになる。 エントリー台数は多い時には60台以上に達し、富士名物のロングストレートを打工しながらスリップストリームを使い合い、コーナーでは数台が並んでブレーキング競争を仕掛けるという激しいバトルを展開した。またトップスピードを稼ぐためにリアウィングを外すマシーンが現れ、日本のレース関係者を驚かせた。大会のレベルは高かったが、 当時の日本ではまだ無名の選手中心のラインナップ。晩週の11月末開催というハンディもあって、観客動員は伸び悩み、最高でも4万人程度に止まるなど低迷し、1993年の第4回をもって終了となった。聖五十音順。カッコ内は獲得したシリーズタイトル、もしくはマカオ GP やマスターズ F3 での優勝。その後、 F1 経験者は止め駅。ありがとうございます。